承ります。よろしくお願いいたします。
大教主釈迦禅師極楽下士阿弥陀四覚八幡十二本日商業普賢本十二蔵弥勒真理目連諸賢生十人前節節異彩三道の境外に防止て防作まさに大円武十日下節の国大日本仏法最初高梁山金光明四天王大五国寺中心岩この城域において令和五年度はプロジェクトを群衆し主家は船米流少子の来臨をかたじげなくし聖徳太子十七条憲法第一条祝い儀の恩金を賜る創始主遺憾となればそれ法山は聖徳太子御宗で日本仏法最初の観音寺へ釈迦如来天宝印如の聖域にして本堂御本尊には聖徳太子御本寺久世観世音菩薩をあがめ奉祭り不余楽大悲へ無限六道すべての主情を救い多忙道場なり大使十七条憲法第一条二の玉枠場をもってたっと人なしへ逆らうことなきを旨とせよとはゆえに本日十七条憲法制定の吉日を選び第一条祝い記の御誓願を記号しことごとく大使エディの精神をもってこの縁石によりて集いし善男善女とともに世界平和を念ずしかのみならず我ら聖願のともしみを諸仏諸殺の遺棄によって地域民族の垣根を越えてあまねく照らしともに支え合い喜び合える世界を切り開かんことを祈願す仰ぎ願わく聖徳太子久世観世音菩薩並びに諸尊少女我が根性を愛民の受せられつつがなく大願を成就せしめたまえそしてこう世界平和国内安穏新人権内役で富を英雄Yeah.
き出し崩落を承りました。誠にありがとうございました。改めまして、第6回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へ報道祭事を始めさせていただきます。私は本日の司会進行をさせていただきます、浅道美希子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の大使でございます。本プロジェクトは日本の平和思想の和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っております民意団体です。平和活動の一環として17条憲法が制定されたとされます。4月3日にちなみまして、宗派を超えて全国の寺院で奉納祈号を一斉開催する運びとなりました。まずはじめに前衆議院議員の佐藤明様よりご挨拶を受けたまわりたいと存じます。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、前衆議院の佐藤明でございます。今お話しありましたように、4月の3日がやります。それにこの田辺先生のところが第4回目で訪問する素晴らしいイベントでありますし、我々は平和の年次の、まあ、特にその先導さん諸徳大臣のお誕生でございますが、こういう和の精神、17条憲法含めていろいろございます。そういう面の心というもの、日本人の心というものをずっと受け継いでこられたこの四天王寺さん、そして和の心、これをしっかりと次の世代まで続いていくように、世界平和をしっかり祈るためのイベントでもあるかというふうに思います。まあ、残念なことですが、ロシアによるウクライナの戦争とあります。やはり世界あちこち紛争があります。日本人は何が一番いいか、人を大事にする、和を大切にする、そういう心というものがずっと引き続いていることでございますので、この心をしっかりとまた作るためにも田辺先生が頑張って、書いていただいて、報道していただく、そういう素晴らしいことがこれからも続けます。そして逆に田辺先生がそうやって、やっていただけることには心から感謝を申し上げたいと思います。また生徒様にもこういうご協力を賜っていることを改めて、お礼を申し上げたいと思います。今日は素晴らしいイベントともに、田辺先生の素晴らしい賞を見ていただけるチャンスでもあるかと思います。どうか今日はよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。先生ありがとうございました。続きまして、本プロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶をいただきます。この度はご参集いただき誠にありがとうございます。今ちょっとびっくりいたしました。と言いますのも、毎年ここで四天王寺さんで開催させていただいているんですけども、去年までコロナでね、人が集まっちゃいけないということだったものですから、本当に身内関係者のみで行ってたんですけれども、大変大勢の皆様にお集まりいただいて、もうとても感謝に堪えません。4月3日と申しますのは、17条憲法が制定されたとされる日なんですね。で、その日にちなみに全国で、まあ、今日は4月2日ですけれども、4月2日、3日、42会場で開催をいたしております。明日東京の浅草寺では9カ国の各国大使がにお集まりいただいて、平和のメッセージを寄せ書きするということもいたします。そしてこちらはご存知の通り、聖徳太子がお建てになった四天王寺でございます。私たちの活動で一番大切なお寺でもございます。そこでこうして皆様にお集まりいただきますこと、心より感謝申し上げます。
全国では先ほど申し上げましたように42会場で行いますので、それぞれの会場で代表挨拶が読み上げられます。私も今からそれを読み上げたいと思いますので、しばしお付き合いいただけたらと思います。国際社会が2030年までに達成すべきものとして国連は17の項目を定めました。近年よく聞かれる SDGs のことですが、これを達成しなければ人類に未来はないというとても深刻な達成目標です。ところが世界が一致団結してこの問題に取り組まなければならないのに、パンデミックやウクライナの問題によってその足並みは乱れています。 SDGs の概念を探ってみますと、その根底にあるのは循環と調和と寛容の精神を一言で言い表す日本の和の精神に他なりません。まさに1400年前に聖徳太子が表した十四条憲法第一条の言葉です。しかしこの精神は日本発祥というよりも自然の摂理から導き出された東洋思想を一言でまとめたものと言えましょう。自然界に調和が保たれているのは全てが循環しているからです。水の循環しかり、食物連鎖の循環しかり、そこに例外はなく私たちの思いさえも循環しているといいます。それを言い当てた先人の教訓に人を呪わば穴二つという言葉があります。相手を憎み、負の思いを抱き、そのような行いをすれば自然界の循環の法則に従って必ずそれは本人に返ってくるというものです。所詮私たち人間も地球、すなわち自然界の一部でしかありません。ですからこの自然界の法則に逆らって我欲を押し通そうとすれば必ず破綻します。今世界を巻き込むウクライナ問題によって国際社会は負の連鎖という悪循環に陥っています。この悪循環を断ち切り好循環に正すことができるのは和の精神の3番目にあたる寛容、すなわち許しの心です。許しとは何も裁かず罰も与えないという意味ではありません。全てを客観視してどちらにも偏らず中庸の立場から原因を探った上で慈悲の心を持って物事を調整するということです。裁いたり罰を与えたりするだけではまた新たな負の連鎖を生み出しかねません。なぜなら我欲の元になっているものも何かしらの負の連鎖から生み出されたものだからです。以上のことを踏まえて本日世界の平和と人々の安定を皆様と共にお祈りいただきますこと心より感謝申し上げます。令和5年4月2日和プロジェクト大使代表宮本達彦、ありがとうございました。宮本代表ありがとうございました。次に講演記号をいたします田辺隆翔先生をご紹介させていただきます。京都芸術大学芸術学部卒業、ユースティ芸術協会会長、一般社団法人新日本美術院理事、流水流精神芸術を継承し書道と独自の水墨画の世界草墨画を極め書画作家としてもご活躍、元皇族伏見博明殿下が総裁を務めていらっしゃいますマスターズ大東京展にて国際大賞ほか数々の賞を国内外で受賞されています。和プロジェクト大使には2020年より参加、柏原神宮大阪五国神社天台神聖宗総本山西京寺において合同記号を行われました。田辺先生にも書に合わせて詩の笛を演奏していただきますのは岡崎美香さんです。岡崎さんはフルート、シド笛、ショーなどボーダーレスに活動する音楽家、
思春期のイギリス生活をきっかけに世界各地を歴訪し、各地の民族音楽を学ばれました。その結果、癒しと慰めの演奏が根本にあることを実感。その思いを広めようと決意し、演奏活動を行っていらっしゃいます。それでは、ただいまより田辺先生の奉納揮毫を開始いたします。この度の開催趣旨であります、世界の平和と人々の安寧を皆様ともにお心をお寄せくださいませ。お願いいたします。
結びに四天王寺の新井純章様よりお言葉を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。皆様、ご無沙汰でございました。なかなかですね、固唾を飲んで見守るということが、最近ないものですから、非常に、変な疲れが出るといいますかね、あの先生と同じぐらいの、まあ、思いといいますか、こういうふうに字を、書いてらっしゃるんだなというその思いを汲み取りながらですね、この素晴らしい章というものを、ライブで見ることができまして、非常に、幸せな気持ちでございます。そしてあのまずですね、平和の国日本、祈る上し世界平和という、祝い希望を持って殺到しとなすというのことを、まず、お書きいただきましたけれども、この十七条憲法の第一条ですね、こちら、書いていただきまして、このまあ今ネット社会でですね、なかなか昔のような、出会いといいますか、コロナ禍ということもありますし、昔のような団結力というものはちょっと薄れてきている、ような、気はいたしますけれども、このもともとのですね、団結というより、この調和という意味での、つながりということが、最近よく、耳にいたします。その団結というのは何か、苦しいこととかですね、敵に向かって、力を合わせるということですけれども、そうではなくてですね、調和、皆さん、持てる力を、それぞれ持ち寄ってですね、その和というのは、まあ、私がよく、例えに出すことで、あえ物という、料理の名前がこの和という字を使いますけれども、違う食材が混ざり合うことによって、美味しい料理になるという。その一人一人が違って当然であるので、それを教えて、私はこれができますよ、私はこれができないですけども、これができますよということを、皆さんの協力を持ち寄ってですね、今回の四の国ですね、と、ショーのコラボレーションというもの、これも一つの姿でございます。このいろんな道をですね、極めることによって極めるとですね、割と似通ったような哲学に、至ることがございます。それで、そのところでですね、調和をして、そして一つの作品を作ります。例えばこんな、まあ、お店屋さんでもですね、こんな職業の方でもそれぞれ、極めることによって哲学に至ることがありますので、それでもって皆さんで協力し合って、調和を作り出す。そしてそれが、広がって、国になり、星になりという、それこそ世界平和につながるというものと、思っております。そしてあの2枚目のですね、慈しみ、こちら、慈悲という言葉でよく使われる、言葉ですけれども、この四天王寺というお寺がですね、まあ、いわゆる慈悲の実践道場、というふうに、言われております。この皆さんをですね、助けて、仏様の慈悲の心でもって、人々と関わっていくというのが、まあ、お寺というものでございますし、観音経というですね、観音様を称える、お経の中でですね、自現自修行という、言葉がございます。これは慈しみの目を持って、観音様は修行を見ておられますよ、そういう、言葉でございますけれども、そういう意味でもですね、この慈という字は非常に、こちら、四天王寺でお書きいただくには、恋の、同志の一つであるというふうに言っております。で、力作ですね、大変、皆さん方ですね、この、まあ、第一条の祝い期ですね、和表などとなし、そしてその次のですね、人みな田村愛という言葉がありまして、人は、自分の都合のいい、地位を作り上がるものだということが、言われておりますけれども、そうではなくてですね、どんな人とも、どんな国の方々とも、調和を持って、平等な、気持ちでもって、和する、ね、
その気持ちを持って、一人一人生まれた時から平等であるという、立ち位置に立ってですね、人と調和していくこと、平等に分けるということが平和ということになっていくと思いますので、皆さんもですね、なぜ喧嘩が起こるかというと、よく知らないし、当然というか、少しでも皆さんが、一人一人ですね、お互いを、知りたいと思ってですね、興味を持って、どんなことでも、目を向けて、世界に、発信してですね、そして世界からもたくさんの方々を受け入れて、この平和な世界を、一つ一つ繋げていっていただけたらと思います。本日は風がね、昼間は全然風がいいのかな、こちらもともと龍神さんが住んでいる池だったそうですね。その龍神さんが、お住まいになる池を、ガランを建てるために、埋め立てて、そしてあちらに移動させて、そちらに、お移りいただいているんですけれども、その龍神さんがですね、おそらく、喜んでおられて、この会ですね、の楽しんでおられるがゆえの、恐怖であろうと思っておりますので、龍神さんも、ほとほいでですね、こちらのワープロジェクトが、この四天王寺において、上場しましたことを非常に、喜んでおります。本日はお忙しい中ですね、ようこそお参りいただきました。ありがとうございました。こっち向いてください。笑顔で、笑顔、笑顔。はい、チーズ。